皆さんこんにちは、なおこです。今私は日本にいます。日本に帰ってきました。今日は私がスペインの空港から日本の成田空港に行くまでの様子を紹介したいなと思っています。そう、まず私は1ヶ月前に日本に帰ってきました。だから1ヶ月前のことですね。すいません、ちょっと鼻水が出てるので鼻を噛みます。鼻を噛みました。そう、スペインの空港から成田空港に行くまでを撮影していました。だから今ここに撮影した動画があります。ちょっとそれを見ながら、話していきたいと思います。紹介の練習ですね。まず私がスペインを出る日、出発する日の前日にスーパーに行きました。マドリードにあるバラハス空港の近くにあるスーパーに行ってお土産を買いました。スーパーにお土産を買いに行きました。スペインに住んでいる皆さんはこのポテチを知っていると思うんですけど、目玉焼き味かな、味が目玉焼きの味がするんですよ。本当に一口食べた瞬間、目玉焼きの味が口の中で広がりました。そう、私は大好きな味だったんですけど、私の友達はこの味が嫌いだと言っていました。だからちょっと好き嫌いが分かれる味かもしれません。私は大好きです。好き嫌いが分かれる。パクチーは好き嫌いが分かれる野菜だ。納豆は好き嫌い分かれるよね。その他には、なんだろう、パエリアのパウダーとか、あとはドリトスのお菓子とか、ファヒータのパウダーを買いました。そう、そして出発する当日はピカチュウのマスクをつけていました。ピカチュウです。そう、これ見えるかな、ピカチュウの柄です。ピカチュウの柄、これはいつか忘れちゃったんですけど、結構前に飛行機に乗った時にこのピカチュウの柄のマスクが配られました。そう、この時は普通の白いマスクをしたかったんですけど、このピカチュウの柄のマスクしかなかったのでこのマスクをつけました。ちょっと恥ずかしかったです。そう、これは生ハムバゲットです。スペインは生ハムが有名ですよね。だから空港で生ハムバゲットを買いました。そしていよいよ飛行機に乗ります。なんか飛行機に乗る瞬間ってちょっとワクワクしますよね。ワクワクして、そしてドキドキしながら飛行機に乗りました。そう、そして飛行機に乗ったらすぐお菓子が配られました。小さいお菓子、これはプレッツェルですね。そう、そして今回私は飛行機に乗っている間ずっとゲームをしていました。ゲーム、モノポリーのゲームをしていました。私はカタール航空を使ったので、カタールのドーハ空港に着きました。で、たくさん免税品のお店があります。免税ショップがたくさんあります。すごいキラキラしてますね。なんかゴージャスな感じです。私は今から、1時間後に成田行きの飛行機に乗ります。そう、本当にこのカタールの空港はもうキラキラしていました。ずっとお店がやっていて、電気がついていて、なんだろう、香水とかちょっと高い化粧品とかが売っていてキラキラしていました。そう、カタールから、日本の成田空港に向かいます。コロナの影響もあってカタールの飛行機の中では、なんだろう、
消毒液とか、あとマスクが配られました。あとは靴下とか、なんだろう、耳栓が配られました。そして私が大好きな機内食の時間です。機内食も本当にワクワクしますよね。この時食べた機内食はチキンカレーでした。チキンカレーもうね、本当に美味しかったです。美味しかったし、やっぱりワクワクしました。そう、私は普段家ではメガネをかけています。そう、目が悪いのでメガネをかけています。だけど外に行く時とか、なんだろう、仕事をする時はコンタクトをつけています。コンタクトをするとか、コンタクトをつけると言いますね。そう、だけど飛行機に乗っている間は飛行機で寝たいので、コンタクトを外してメガネをかけました。これが夜飛行機の中から見た景色です。そして、夜が明けて日が出てきました。あ、そう、これは成田空港に着いた時すぐ撮りました。成田空港です。で、そう、これ、ここは成田空港の到着ロビーです。到着ロビー。あ、これ、そう、これは、なんだろう、セキュリティロボットです。セキュリティロボットかな。ちょっと面白かったので動画を撮りました。日本の成田空港に着きました。もう疲れてヘトヘトです。ヘトヘト、ヘトヘト、非常に疲れて体の力がなくなってしまう様子を言います。喉が渇いたので何か飲み物を買おうと思います。だから今、じゃじゃん、ファミリーマートに来ています。そして成田空港から私の親が住む実家に行きました。実家とは自分の生まれた家のことを言います。で、久しぶりの日本の電車だったので結構緊張しました。そして無事に、実家に着いてご飯を食べました。いただきます。これが今回日本に帰って初めて食べたご飯です。この料理は、なんだろう、炊き込みご飯とチキンとサラダと味噌汁。はい、こんな感じです。で、今は日本に住んでいます。で、今私は沖縄に来ています。そう、沖縄に住んでいます。これからは沖縄のいいところとか、沖縄のいろんな景色を紹介できたらなと思います。じゃあ本当に今日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまた。問題。彼女はベトベトだ、彼女はヘトヘトだ、どちらでしょうか。正解は B のヘトヘトです。今日もお疲れ様でした。またねー。